人ではない人ではない。さあ出てくるわ、綾鷹かぐら、コート犬にゃこ。最近かなりメキメキと株を開けつつある犬にゃこかぐらが、今回この QS を前にしてどう立ち回るのか。竜神将迷いなく打つ竜神。さあ爆発するぞこのかぐら。竜神将打ってくる、ラビがするもののジャンピー捕まる。さあ虫の息どうする犬にゃこ、差しガードしている。しかし竜神将死ぬほど打ってくる。さあにゃこの神がない案件ツイート、そろそろリセット100になりそう。かなりさらされているが、これが小学校だったらかなりいじめが多発するんですけども。駒投げ立ち行かもた、しかし 2D を繋がらず捕まえた。今回はやはりこの93読み合いがかなりうまい。さあ綾高神楽、これは完封されているのか。 50% になるぞ。しかし西を振る、俺が犬にゃこ食らった瞬間ため息をつきたくなる感じ。大輪撃どうだ、 50% もあるし。さあバスト、ここまで追い詰める。しかしこれはなんでだ、なんでだ、やってしまった。勝ち確、モードレッドに負ける。非常に悔しい負け方。そしてビーファスナーはめくりでも大丈夫。そしてこのダメージ竜戦剣、飛竜戦撃、これは確定。さあ Q3 がかなり目玉にかかっている、非常にまずい。さあジャンティ避けため、ここは竜神将バラしてくる。さあ補正切って、あーっとやってない、あやった、どうだどうだ、止まらない。綾鷹神楽プレイ自体はかなりファフナーが多発していましたけども、これが犬にゃこ、これが犬にゃこ。さあ大分県から生まれたモンスター、同じ同郷としては非常にびっくりする。なんでこんなやつがあんな温厚な温厚なやつしかおらん土地で生まれてしまったのか。そして出てくるは万事響き、万事響きっすよこれ。おぼろさん万事好きやな。まあ正直言うて、多分この犬にゃこかぐらという人物がこの戦場の舞台に上がってしまうと、多分みんな行きたがらないと思うんですよ。かなりね、こと大会というこの舞台、犬にゃこかぐら誰も対戦したがらないというのはかなり強いアドバンテージなので、ここはなんか素直にすごいなと思うんですけど。ワイバーン当たり、ワイバーンもう一回からのビーファフ、見ていた上を、さあっという間に残り3割。これは先ほどのアビキャンコン前蹴り一発、綾鷹かぐらこと犬にゃこかぐらビーファフ上を見ている。
昇竜拳呼んでいる。安いこんなもんなのか。シーファフバラして投げる何も起こらない何も起こらないさあスバルは N オレンジル。あっという間に2人目抜き。でもこれ真空波動シート、真空波動シートってあります戻れって、モルドレットって竜巻でしょ。逆や、逆やったで。これとこれと、うん、さあ出てくるわ。 UAT タイムしのいでいる、しのいでいる。しかしなんでそれがしのいでいる。さあやはりレイチェルといえども、多分カグラやりたくないと思うんですよね。龍神将、さあ飛龍戦撃、飛龍戦撃。まあカグラとしてのも多分レイチェルやりたくないんですよ。さあ下段が通るものの龍神将、お茶を濁して流血鬼戦、残が王将。さあ毒への回転が早いので、これはやはり対空されてしまって、どうだ、あと1回といったところか。 6B が負ける、おそらくはガーキャン。さあおしゃれに決めて、まずは UUET タイム。 NO レイチェル一本選手、開幕ヒリュース、ヒリュース戦撃、ヒリュース戦撃。これはノーマナーか。さあ当たりはいいんだよみたいな感じ。確かにその通り。あー雷当たって、カエルは重なってなく残影が当たる。さあレイチェルが場を作り、大物に引っかからないように飛び回るカグラ。爆巻いてまずは走る、しかし飛ぶのを見越したレイチェル。あーっとこれは見えていたんですが、おー、さあこれはかなり読み合いが回ってきている。さあ捕まえた、しかし帰る、バガリセット。さあロー、さあ雷引っかかってカエルが助けて、さあタッチ、なんだこいつ。綾鷹神楽やってしまった。でももう多分これはお前にやこ、そういうとこすごいと思う。さあトイレ救援神楽がここで参戦、中堅としてまずは、おおさあこれは 2B に対して龍神将かなんかやろうとしたかな、直がミスって食らっちゃったのか、そういうあれかな。さあ龍神将ぶ投げ一発、さあ高いダメージとともにガメアジ、西からラベキャン攻め系、下段タクス防いでいるが中段アクティブをついてきた。これは減りそう、どうだ、あ逆に落ちてる。3B、6B からジャンキャン、さあ最近劇ガードしてタッチ B 呼ばれている。さあアベマツ動かないか、これは確定からどうだ、生オーディだしアクティブもついてるし当たらないし投げる。なんで空投げかロイガーしかなかったんだけど。さあ龍神将安全ダメージ、これが今回のカグラ。いいえ暴れて、さあ乗っているぞアベマス、再臨撃当たり
なかなか手痛いダメージ痛すぎる。リュウエンジレドリーかわしため足か出たいところ、ガキャンなんとタケノコ 6D4D さあ事故った。龍泉剣龍泉劇流破勝負や。うわあやたかかぐら画面端からとここに発射きまくって2本目そして3本目さあかなり開幕から勝負に来る感じ。しかし先手取るワイの役をリーファフ裏回して裏投げ立て直せるか。ベマス大きい攻め中断西カウンターめちゃ減る。さあ、スワールはイワシュラグナー。イワさん、カグラ対策できてる？あ、いや、いや、この前バタコでやってたじゃん。やったけど、あ、さあ、おそらくラグナーで今一番強い男、イワシュラグナー。しかしキャラ対できているのか。どうだ、この是非がここで問われる。とりあえずはナイトメッチ。さあ今回ナイトメッチ一段止めが強制弾じゃないので、さあ、あーっとこれタッチ読みですね。素晴らしいタッチで拾って下段が当たる。サービキャンセス、ファフナー飛んでった。また行きつつカーネチザー早田がかくら華麗に散る。第2ラウンドどうなるか。これをやられると非常に心にくる。さあ後ろ受け身、後ろ受け身をするとためが続くそのままできるんで、切れにやっていきますね。さて、ジャンへ下ろしてバッテン。さあ、おじ攻め、パフナーやってくる。まあ、今あたり、フライ逃げの形となった。リーバックでけー。さあシーファウ逃さない。リンドブルム当たらない。さあもう両者あと1回いく投げ早い反応。今のグー投げはかなり反応若さが出ましたね。さあこれは先ほどもあったタッチに対してグーラットサイズでぶっ込むタク。さあしかし遅らせバフナーディリッシュユドラーやってしまったー。しかし2700ダメージ。バフナー止めたー。バースト裏策になる。ロケが正からのグー投げ抜けて西振って6ミミスで立ち絵をして、まだ残るか、残る、ダハーか、4000ダメージ、さあ、追いついてきた、お互いに残り、あー、チャンシー振ってた、綾鷹かぐら2打て、やってしまった。たかこれは。
さあこの後ろには全一のイザナミが残っているが、さあラストです。大将フェンリッチ、大使、絶対対戦したくない男、綾鷹かぐら。やはりこのかぐら、いや犬にゃこ、かぐらではなく犬にゃこ、この男最後まで荒らしていくのか、荒らしていくのか、立ちっぱなしていくのか。わー犬にゃこが、犬にゃこが全身全霊をかけて覇者に挑む、昇竜拳と吹っ飛ぶ。しかし 50% ある、ロケ三振、先に置いていた。どうなる、サイリン撃飛んでいる。しかしダーチリエー、さあフェイタルだが減らねえ、これは確定ではない、これは確定。さあ人的にはどうだ、あと1回か。しかし後ろ受け身、あれ実はカロの難しいですあれ。地味に無敵が長いので、さあ先手取るわ、まさかの犬にゃこ2C まあこいて勝利権確定ではないが、逆に確定取られて 6A さあどうなる、画面端 50% 持ったかぐら、ラストの置き勢となるのか、グーだけー6A、 うわー逃げ越してる。さあ非常に怖いこのかぐら、何してくるか全くわからない。竜王仕込んでたー、これ優勝です5打差優勝です、おめでとうございます。